どうも、ラジです。このチャンネルでは中学3年生向けにですね、高校受験対策っていうのを撮っているんですが、なんと高校受験対策動画のこのシリーズに新しい風が、そして個人的にはね、もうものすごいことが起きました。ということで今回そのね、紹介と、お知らせを話していこうと思うんですが、まあ、サムネイルにもね、新聞載っけてると思うんですけど、実は群馬県に、自分群馬県に住んでるんですけど、群馬県には上毛新聞っていう地元の新聞があります。で、群馬県に住んでる方は撮ってないもあると思うんですけど、絶対知ってるはず、上毛新聞。で、上毛新聞社さんって、毎週日曜日の新聞にですね、高校受験対策問題っていうのを毎週やってるんですよ。で、この週は数学、この週は、理科とかっていう感じでやってるんですけど、なんと今回、正式に許可をいただきまして、こちらの問題を動画で使っていいですよと、問題提供をしていただくことになりました。伝わってるかな、温度差がめっちゃある気がするけどいや、すごいことだって。こんな一 YouTuber に、企業に提供するならまだしもって思ってる。もう自分は群馬で育ってるし、今も群馬住んでますけど、群馬育ちなんでね、やっぱ上毛新聞って身近なんですよ、すごく。なので、これからね、今これバックに国語今撮影してきたんですけど、受験対策に国語とか、社会とかも、著作権で引っからない範囲にはなってしまうんですけど、基本的に問題提供された分を取っていこうと思います。もちろん投稿ペースはね、そんなに多くはなりませんけど、ぜひね、群馬県だけじゃなくて全国の中学生のプラスになる動画だと思って、で、この問題をね、見させてもらった上で、使わせてもらいますっていうふうに言わせてもらったので、もう保証する、問題に関しては、質に関してはね。なんでぜひ使ってみてください。で、もう一個あって、これ群馬県の中に住んでる方限定にはなってしまうんですけど、群馬県って模試がないんですよ、高校受験用の。正しく言うと、塾さんがやってる模試ってあるんです。塾で受ける。もちろん塾に通ってない方も受けられる模試ですよ。あって、で、それはすごいこう受けてる方が多い、大体がそれを受けるんです、群馬県で。で、それもいいんですけど、ただ自分がやっぱり埼玉県の塾でずっと働いていて、埼玉県って、住んでる方分かるよね、北進テストっていうめちゃくちゃ大きな模試があるんですよ。で、それは高校とか大学をちゃんと会場を借りて、英検みたいな感じでね、会場を借りて本場の受験と同じようなスタイルで受けるんですよ、模試を。で、その経験って俺すごい大事だと思ってて、で、自分も群馬の中学校、小学校、中学校で育ちましたけど、なかったんですよね、模試が。で、自分塾も行ってなかったから、その塾の模試も受けてなかったわけで、やっぱりその勤め始めてから模試の存在って、あの経験で絶対あった方がいいなと思って、で、ないなって思ってたら、今回上毛新聞社さんが今年から模試を作ると。で、来月10月が第1回があるんですよ、初めての模試で。まだもちろんそんなにね、受験者数多くないんですけど、でもあと2回今年やるんですね。で、徐々にそれを広げていって、その会場で受験する模試、塾さんの模試は塾さんの模試で必要だと思います、受ける方いっぱいいるし。で、模試ってたくさん受けて悪いことないと思うんですよ、使い方によりますけど。で、意味がない風に使えば意味がないですけど、ちゃんと使えばめちゃくちゃ意味がある。もちろん両方受けたらさ、お金がってあると思いますね、親御さんにちょっと無理を強いることにもなるとは思うんですけど、でもね、子供にとっては絶対プラスだから、自分も今回話をいただいてね、お話いただいて、その模試に関してもちょっと広げる協力をね、してほしいって言われて、もう2つ返事で OK したわ。だってあってほしいんだもん、その模試群馬県で広がってほしい。だから今回リンクも貼っておくので、第1回の申し込みも終わっちゃったんですけど、第2回は間に合います。で、徐々に自分もね、ちょっといろいろ話を、意見言わせてもらって、いい模試にしていこうと思いますので、ぜひね、群馬県の方、お住まいの方はですね、上毛新聞社さんがやってる模試が始まったんだっていうことをぜひ覚えておいてください。ということで、今年から概要欄に問題提供、上毛新聞社さんって書いてあるやつは、上毛新聞社の皆さんからね、問題提供をしていただいて動画を撮る形になります。そのおかげでね、こうやって国語を撮ることができてますので、群馬県に住んでない方はさ、いや、そうなの、ふーんって思うかもしれないんですけど、よかったらコメント欄に、ね、上毛新聞社さんありがとうって書いていただけると、俺も本当その気持ちでいるので、書いていただけるとね、上毛新聞社の皆さんもやっぱり嬉しいと、もしかしたら問題提供いっぱいしてくれるかもしれない、わかんないけどそれはウィンウィンの関係になると思うので、ぜひね、動画使ってください。この動画今撮り終わって一緒の同じタイミングで投稿しているので、もちろんね、そう、専門科目じゃねえから配置の解説分かりにくいとかあるかもしれない、それはごめん、俺の力不足だけども、でもやっぱり受験生の皆さんにね、力になると思って一生懸命動画撮ってきましたんで、ぜひ受験勉強のお供に使ってもらえたらと思います。はい、ということで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ありがとうございました。またね、バイバイ。